ジョン・フィリップスは、英国の海賊。トマス・アンスティスのもとで海賊としてのキャリアをスタートさせ、1723年には、自身の海賊船の船長となった。大工だったフィリップスはイギリスからニューハンドランドへ向かう、途中、ブリガンティン・ブネグッド・フォーチュン号を指揮し、バーソロミュー・ロバーツの下から離脱していたトマス・アンスティス、に捕まった。フィリップスはすぐに、海賊の生活が気に入り、 アンスティスの人味が、トバゴ島で壊滅するまで、船大工として働いた。フィリップスは逃走した一団に加わって、イギリスに帰国し、その際使われた船は、ブリストル海峡で沈めた。デボンシャーの友人から、かつての海賊仲間たちが逮捕されて、ブリストルの監獄に送られたという話を聞いた、フィリップスは、ニューファンドランド航路の船に乗り組み、再び、イギリスを離れた。 ニューファンドランドに到着したフィリップスは漁船に乗り組むが、そこで数人の漁師仲間と共謀して船を盗み出し、海賊家業に乗り出した。フィリップスが、船長、ジョン・ナットが、航海長、ジェームズ・スパークスが、砲手、トマス・ファーンが、大工に選ばれ、海賊の掟を起手を寄贈し、斧の上に手を乗せて、これを守ることを誓った。1723年8月29日のことであった。 船をリベンジ号と名付けた一味は数隻の小型船を打破して乗組員たちを仲間に加えた。この中にかつてエドワード・テイチの部下だった経験のあるジョン・ローズ・アーチャーという男がいた。彼はすぐに総ダッシュに取り立てられたが、これは乗組員たちの間で品縮を買い、特にファーンはひどく立腹したいう。 西インド諸島に震度を取った一味は10月初めにバルバドスに到着し、付近を遊浴したものの一隻の船にも遭遇しなかった。合死寸前の状態になりかけたが、そこでマルティニーク島隻の船に遭遇した。この船は一味より優勢であったものの、一味の海賊機と脅迫に震え上がりすぐに投降してしまった。一味はこの船から食料を略奪して数人の仲間を、 加えた。船を修理するためトバごとへ向かうことにしたフィリップスだがアンスティスの一味が壊滅した際、イギリスに帰国したがらなかったものが数名島に残っていることを思い出した。島に到着したフィリップスは、かつての海賊仲間を探したが、ペドロという黒人が一人残っているだけだった。ペドロは他の者たちはすべてアンティグアに移送されて、公主刑になってしまったと話した。 一味はペドロを仲間に加えて、継戦修理を行ったが、ちょうど作業が終わったところで沖に軍艦がいるのを発見した。これを見た人味は風上に乗って、すぐさま退避した。数日後、一味は、スノー船を打破してファーンが指揮を取ることになったが、ファーンはアーチャーに先んじられた屈辱を忘れず、この船ごと離脱してしまおうともくろんだ。フィリップスは、ファーンのスノー戦を追跡し、 二隻の間の小競り合いで一人が死に、一人が足を切断する重傷を負った。結局ファーンは投降することになったが、この後も奪った船で再び離脱を図ったために、起手に従ってフィリップスの手で殺された。数日後、別の乗組員も同様の罪で処刑された。当初、フィリップスの起手では脱走は置き去りの刑とされていたため、 これはどこかの段階で書き換えられてより厳しい処遇に変更された可能性がある。いずれにせよ、乗組員たちは、この無常な処罰を恐れ、表向きには従順に起きてに署名した。これが、後の反乱につながるとされる。1724年3月25日、一味は、バージニアからロンドンへ向かう、途中の二隻の船を打破した。一隻の船長は、 ロバート・モーティマーという青年で、これが最初の後悔だった。モーティマーは二人の部下と共に船に残っており、フィリップスも同じく二人の部下と一緒にいた。船を取り戻す好機だと考えたモーティマーはコンボを掴んでフィリップスに殴りかかったが倒すことはできず、二人の海賊がすぐに助け立ちに入った。モーティマーは海賊たちにめった切りにされて死に、彼の二人の部下は言葉もなく、 それを見ているだけだった。この事件で、モーティマーの妻は、未亡人となってしまい、ひどく惨めだったという。一方、フィリップスはひどく憤慨し、一緒に乗船していた、モーティマーの弟も殺してしまおうとした。しかし幸いなことに、一味の中に彼と同郷の者がおり、彼をかくまってくれた。一味はもう一席のバージニア船から、エドワード・チーズマンという男を仲間に加えたが、 彼は海賊を憎んでいた。さらにジョン・フィルモアという男も海賊を討伐してしまおうと考えており、二人は密かに海賊撲滅計画を立てた。一味はニューファンドランドに向かい、そこで数日の間に13隻もの船を打破し、略奪した。ニューイングランドのエラリー船長は一味を海賊と呼んだために不況を買い、看板中を踊り回らされる虐待を受けた。 4月14日、一味は、ハラディン船長の船を獲物にしたが、彼は、チーズマンの計画に加わることになった。4月18日、船内で海賊に対する反乱が勃発した。チーズマンは航海長のナットを海に突き落として殺し、フィルモアは、甲板長バーリルの頭を斧で叩き割って殺した。宝手のスパークスも海に突き落とされた。騒ぎを聞きつけたフィリップスはすぐに甲板に上がったが、 チーズマンにハンマーで殴られて顎の骨を砕かれてしまった。フィリップスは最終的に斬首されて死んだ。チーズマンはアーチャーも殺してしまおうとしたが、承認にするために彼は生かされた。海賊を捕獲した一行は、ボストンに向かい、5月3日、無事港に到着した。市民を熱狂を持って彼らを迎え入れたという。5月12日、特別開示法廷が開かれ、 海賊を退治した、チーズマンの一団は名誉ある無罪となった。また、三人のフランス人と三人の黒人も、無罪となった。一方、ジョン・ローズ・アーチャー、ウィリアム・ホワイト、ウィリアム・タイラー、ウィリアム・フィリップスの四人は、有罪となり、死刑判決を受けた。アーチャーとホワイトは6月2日に処刑され、理由は不明だがタイラーとウィリアム・フィリップスの二名は1年と1日の、執行猶予が与えられた。 フィリップスの海賊機、フィリップスの海賊機は中央に骸骨が配置され、一方の隅には心臓を射抜く矢があり、そこから血が滴り落ちている。もう一方の隅には不吉な砂時計が描かれているというものであった。ありがとうございます。